早めにお風呂入って、まだお風呂入ってないんだけどね、もう早めにお風呂入って、そう、明日もね、なんか覚えていかなきゃいけないね、レッスンなんですよ。レッスン、まあ覚えていかなきゃいけないレッスンで、そう、2回違うレッスンがね。そう、こんばんは。お開きなんか却下ですか？どういうこと？毎日配信続いてるね、意外と。寒いね、広島は本当に寒い。こんばんは、きんにこんばんは。全然いつものビジュアル、本当にもうなんか何もこう、今日このあれで過ごしたからボサボサすぎる。で、私はいつもお風呂上がりボサボサってこと？毎日レッスンで疲れてるの配信。全然だよ。でしょ。お色気担当の人や。懐かしの、あ、そうだね。シティーラボ。そうです。シティーラボ出てるので。こんばんは。きたーん。くまちゃんがチキン申し込んでくれたのは、チキンにキスしてあげるって言ってた。なんかしてない？毎回かな、そういうの。なんかしてるイメージなんだけど。配信するときも素晴らしい。本当に？ひめちゃん、こんばんは、こんばんは、くまさん。時間足りないよね。ごめん。でもね、もう今日はね、もう今日、で、私昨日、6時とかに寝て、そう。で、今日も朝9時ぐらい、8時半ぐらいに起きて、そう。もうなんか、そりゃ集中できないよね、と思って。やっぱね、みんな睡眠って大事なんだなって思うよ、私最近。マジで睡眠って本当に大事なんだなって思った、最近。最近というかもうここ数日で。なんかめっちゃ寝た日のその日のレッスンと、ちょっとしか寝なかったレッスン、ちょっとしか寝れなかった。寝なかった？いや別にその何？映画を見てたとかそういうわけではないの。そういうわけでもなく、普通に、そう、いろいろやることやってたら6時とかになって、そう、部屋の掃除とかでもないよ、今はそんなことしないけど。 そう、映画とかも見てたわけじゃなく、ちょっとそういろいろ、そう、やりたい、やるべきことがあったので6時になったんですけど、そう、なんかね、優先順位っていうものが、毎日配信ね、ひむらちゃんちきも、迷ってるならもう GO だよ、 GO。 ふんわり名人 GO だよ、 GO。 あれはそう、いろんなレッスンがね、そう、来年の5月から握手会が復活されるんですよ、皆さん。やばくない？朗報すぎ。握手会が復活されるんです、実は。もう知ってるかもしれないんですけど、来年の5月？来年の5月じゃないか。握手会がね、多分、そう。そんな遅かったっけ？ねえ、こたつ猫さんもひめなちゃんのおでこが一番好きです。本当に？ね、とうとう握手会が復活なんですよ。キャッチフレーズ作らんの？キャッチフレーズは作らない気がする。もうさ、だってもう1年経ってさ、アイドル。 そう、こんばんは。朝の6時に寝た。朝の6時に寝た。なんか気づいたら6時とかで、携帯を見てなかったので、私の部屋って時計がないからさ、時間が分かんなくて、いろいろやってたら、なんかそう、6時で携帯見たら と思って、さすがに寝なきゃなと思ったけど、この6時に、そう、いろいろ X 見たりとか。 そう、寝る前にね、ちょっとして、だから6時過ぎぐらいに寝たの。こんばんは、睡眠。そう、毎日お疲れ様。たまには掃除。たまには掃除するの？掃除するよ。
めいちゃん握手会とかね出てたね、絶対ヒータの絵かわいい待ってるね、めいちゃん。2月か、2月だ握手会。チェキ申し込んだらいいこと起きますか。チェキ申し込んだらいいこと起きます、絶対に絶対にいいこと起きます。てかそう、でもこと今回のコス、あ、何チェキコスプレしようかなって思ったんだけど、いやなんか昇格してすぐコスプレのチェキをするのはどうなんだっていう。そう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 、ひめなちゃんとにぎにぎ、にぎにぎね、にぎにぎできるね。自分の手冷たい、え、今日ね、今日ね、あのね、まあ今日っていうか、まあ今日めっちゃ寒いじゃん今日頃日常で。なんかなんか何、みんなレッスン上もすごく冷たいのね。でね、私なんかみんなの手がありえないぐらい冷たくて、そう、え、なんでこんなに冷たいんってぐらい冷たくて、みんな冷たいので、私の手ってめっちゃあったかいのね。そしたらね、ひいちゃんにね、心が冷たい証拠だよって言われた。でもよく言うじゃん、手のひらがあったかい人は心が冷たくて、手が冷たい人って心があったかいみたいな。でも本当に今日みんな手が何て言うの、冷たくて、姫菜だけこんな熱くって、別に動いてないんだよ、動いてないの、別にめっちゃ動いてるわけじゃないけど、座ってたの、座っててなんか私だけ手めっちゃ熱くってあったかくって、そうで、ひーちゃんにそれを言ったら、もうあんた心が冷たい証拠だよみたいなこと言われて、そう、え、そうなのかもと思って。いったお疲れ様です、ラボ見たら嬉しい、握手会ね。そう、2月はあるんじゃないかな、自傷防止症言いたくないわ自分で、不眠症、不眠症ではないけど、ほとんど寝れてないんじゃない、いやそんなことないけど、6、7、8、2時間とか、2時間寝れた、9時、うん、2時間だね。ひーたん目の下できるよね、それは須田健でマイヒナ先輩と考えたキャッチフレーズやらないの、マイヒナ先輩と考えたしキャッチフレーズ、マヒナさんのじゃなくて、一回は王道で見たこと、確かに今コスプレ違う、あしかもあしかももしかも始めまくり行こうかな、待ってるね、ケンさん嬉しい、待ってる、みんな、皆さんのことみんな待ってるね、お話し会、え、いいこと言うのコスプレしたいんだけど、悪、なんかさ、そう、私服でこん、うん、行くかも、3枚、でも3着着るつもり、ちゃんと、そう、違うタイプの、こんばんは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 、いいことってチキにキスしてくれるの、じゃあ隠れてキスしとくね、何かなわさ配信中にキスするってこと、チキに隠れて鳴らしてあげる隠れてチキにキス鳴らしてあげる、こうやってさ書いててさ、何々さありがとうチューみたいなことを画面上でやるのかな、はそれはさすがにちょっと私はできないけど、隠れてなら本当にしてあげる、隠れてあの輸送してあげるみーちゃん正論、そう、私めっちゃね手のひらあれなんですよ、ダサさんこんばんは、自分の手が冷たいって言われる、本当にじゃあ心があったかい証拠なんじゃない、私はねめちゃくちゃ手が温かいんですよ、今も今も寒いんだよ、私さ足とかは冷えるんだけど手は謎に温かいの、やばいよね、女の子は冷え性が多いからね、いや冷え性なの、私冷え性なんだけど手とかは冷たくならないの、手とかは温かいの、お酒飲んで温まる、お酒飲んで温まるっけ人間、こんばんは、ひーたんね、手のひら熱い人はそうなの、ひーちゃん鋭い図星でしたね本当に心が温かいから手がゆる、温かいんだよ、そうだよね、心も温かいから手も温かいんだよ、私そう、そんなこと、そう、ひーちゃん手が温かい、つまりそういうこと、何どういう、つまりそういうことやろ、どういうこと、
自分の手温かいから、つまり心が冷たいっていうらしいです、ひーちゃん曰く。でもよく言うね、私もめっちゃ昔人に言ってたもん、自分が冷たくて人が温かかったら、うわそれ心が冷たい証拠なんだよって人に言ってた。ブーメランですね、私今ブーメラン返ってきてます。人に言ってたのが自分に返ってきてます。ブーメラン食らってます。私小学校の頃とか言ってたもん、あのなんだっけ、小学校なんか自分冷たくね、別に冷たいなって思う日に温かい手がの友達を探すので、うわ冷たい証拠だよ心がみたいな。でも今ブーメランとして帰ってきました私に。本当に手だけは冷たくなんないの。手だけは温めるんです、温めるし絶対に、あのなんだっけ、室内にいたら手がめっちゃ寒い室内とかじゃないよ、普通ぐらいの温度の室内にいたら手がそんなにありえないぐらい冷たくなることないんですよ。でも今日メンバーみんな冷たくて、そうなんでこんな冷たいの、踊ってるのになんでこんな冷たいのってぐらい、そうサッチーとかがめちゃくちゃ冷たくて、そう一瞬ね手を握ってきたんですよサッチーが。でびっくりして、ひめな自分が多分温かすぎるから、サッチーが冷たすぎるのか自分の手が温かすぎるのか分かんないけど、びっくりしてその温度差に。そうそれで始まったの、どういうことと思って、そんななんで、しかもサッチーは踊ってたの、その最初に踊ってるのになんでそんな冷たいのと思って、手が冷たい、心の高い人とばね言うよね。でも握手は肉厚ですか神戸ねえ、どういうこと、肉厚かもしれません。神戸の角煮まん食べたい、いいよね角煮まん、角煮まん美味しいよね神戸のってこと、なんあれ南京町かな、とりあえず神戸行くかな、待ってるよ。ひなさんって AKB の秋山ひなちゃん似てるって言われませんか。ひなさん、私のこと、ひなさん、それとも先輩のひなさんだろう、どっちだろう吉野さん。でも秋山ゆなちゃん大好きですよ私、秋山ゆなちゃんの顔好きです。チェキに指紋、えチェキに指紋はもうべったりつけます、言い切った。チェキさんも、ありがとう、欲しいかなちゃん画面私はちょっと控えめにやろっかなっていう。手汗もらってました、3枚買うと1枚スタッフさんのキスも、いやいやいや私の誰発祥、手が冷たいと心が温かいって理論、え本当に誰発祥なんだろうね。私はもう小学校の頃から言ってた、ちょっとやばくない私のこの眉毛ねえねえ、真冬はヒーターの服袖に入れる、似て入れればいいのか、そう私のあったかいよ私、氷水に手をつけて握手するとか、いや嫌でしょ絶対みんなが。奈々さんこんばんは、りんこさんチェックに、何つけとくわとか言ってた、なんだろう、何汗ってこと、いつも現場一人だから旦那さん連れてって一緒に時にさせたいもっとあるの、え嬉しい、旦那さん夫婦で待ってるね、めいさんめいちゃん嬉しい、夫婦で来てくれる、待ってるね旦那さんも。小学生の頃よくね言うよね、小学生の頃鼻水つけてたのりんこさん、もう本当に面白い、りんこさんらしいね。りおさんの手も冷たい言ったっけな、でもね冷たい人が多い、私の手なんでこんなにあったかいんだろうっていうぐらい、そう15分来た、まあ田辺先生さては握手会再開の巧妙な遅さいか確かにそういう本当に今日タイムリーな話だったんですよ。でもそう、まあまあお話、あの握手会のあれもある、私は手が温かいです皆さん、冬に来たらすごく温めれる、でも私がどれだけ手温かいかは、まあ握手会が始まるのでね嘘じゃないっていう。でもさすごいこの手が温かい人はさ心が冷たい理論がさなんかあるじゃん、それをなんか勘違いされたら、私は心も温かいですってか、何をもって心が温かいっていうのか分かんないけど、
そう、何をしたら心があったかいんだろうね。人の悪口を言わないとかでしょ。人の悪、そういうことじゃなく、そういうこと、性格がいいイコール心が温かい人みたいな感じなのかな。握手力強そう、めっちゃ強くする。隠れキス好きなら3枚買うかな。隠れキス好きなら本当にオフショルあるんかな。オフショルでもね、まだ決めてないの、チェキの服を。でも多分肩出しをもう着れるから着るとは思う。でもめちゃくちゃ可愛い服を見つけてね、私この前あのネット通販で。もうめちゃくちゃ至る所が、冬服なのに至る所が露出されてて、そう、え、可愛いって思ったんだけど、さすがに寒いかと思って。あ、ビンゴさんごめん、申し込んで長くする、ごめんね。え、嬉しい、ビンゴさん来てくれるの。実家にグッズあるよ。ヒータンの何だろう、何弾を受け取りたい。何ヒータンの何弾を、ラップさんってことでもう15分来たので、そろそろ終わりにします。ヒータン串会楽しみにしてて、ビンゴさん。キョツトマママさん、こんばんは。宣伝うまいな暑いよな。ヒータンってか暖かいか冷たいのか、そう、実験しに来てください。私がみんなが、そう、私の握力はどんぐらいだったっけ。32とか23とか32か23え、どっちだったっけ。私ホケラジつい最近測ったんだよ。つい最近じゃないけど、この夏ぐらいにホケラジで。覚えてる方いませんか。2月の恋人さん、そうだよ、ダウンを取りに私の握手来てください。本当にあったかいから、今もあったかいの、すごく。34か。オフィシャル嫌いね確かに。でもオフィシャル好きだから、チキも楽しみ。嬉しい、ビンゴさん今回は申し込んでくれたのかな。あきちゃんさんのあの服らしい。服でしょ、だから言ったでしょ、服次は23時から、すいません。この後なんかするの。もうこの後はちょっと明日覚えなきゃいけないダンスをちょっとお風呂の中で覚えて、お風呂入って寝ようかなって感じです。やることやって、本当にもうこれはもう今日もう全然寝てないから。そう、ひなくじギリマって、わかんない、それはまだ始まってからのお楽しみです。今日のゆうなのネタもう今日はゆうな一日なんか入っちゃってたこんばんは。キャンセル会話じゃないですよ、もう入りますよお風呂。わかる、眠い時ほど寝れないよね。おー、真面目に勉強というか、まあやらなきゃいけない、明日までにやらなきゃいけないことがあるので。そう、またしかも今日やったレッスンじゃないんですよ。今日やったレッスンはもう一旦忘れなきゃいけないぐらい、また別の、本当にまた別のことなので、そう、頑張ります。11月みんなそんな甘やかさないで、私の仕事は歌って踊ることなのでそう、歌って踊ってあれしてるので生活してるのでリアル歌って踊って生活してるので、こんなやらなきゃいけないんですよ。ありがとう。また泣きながら事務所行かない。泣きながらもうそんなことしない、もうそんなことしないよ。それは私頭が、そう、頭が混乱するの、本当に混乱する、目が回りそう。エアクシ会で練習してきます、そうしといてくださいってことで、かっこいい、歌って踊るのが仕事確かにね、そうだね、そう、かっこいい歌って、目の下、嘘、そんなにやばい、え、やばい、待って、本当にやばい、めっちゃやばい、え、そんなクマ見える、最悪。じゃあもうすぐ寝ます、お風呂入ってちょっとあれして。嘘、そんなにクマ目立つ、目が疲れてんのかな。ってことでもうそろそろ
そう、そろそろとか言うとかめっちゃあれですけど、もう終わるんですけど、じゃあ男女を読みたいと思います。13位ヒラリハットさん、ありがとうございます。12位イージーさん、ありがとうございます。11位タケシーさん、ありがとうございます。10位がハルさん、ありがとうございます。9位がダースさん、ありがとうございます。8位が海宮伝介さん、ありがとうございます。7位が豊中のヒロさん、ありがとうございます。6位がニョッキミルンさん、ありがとうございます。5位がアワオさん、ありがとうございます。4位がマエちゃん、ありがとうございます。3位がグリオさん、ありがとうございます。2位がナンコさん、ありがとうございます。1位がホッシー、ありがとう。早く寝る、くまったね、本当にくまった。ぐっすりさしてる、ゾンビメイク言われてみれば確かにある。よく見たら、じゃあ見ないでよく見ないで、早く寝ます。ありがとうビンゴさん、難しいなと。でも肌の本当確かになんか目の下黒いかも、やだー、クマ取りたいおやすみやっぱてか、バイバーイみんな、ありがとう、伝えときますね。おやすみなさい、ひたぐんない、また明日ね。あら、もう終わり。タヌキみたいで可愛いよ、やめてくださいおやすみなさい、ありがとう。みんなも温かくして寝てね、レッスン頑張りや、ありがとう、ほしい、バイバーイ。はるさんもおやすみ、バイバーイ。みんなありがとう、短い間だったけど、短い間だったけど、短い間だったけど、みんなありがとう、バイバーイ。